い、皆さんこんにちは。今日もドリームエンジンズやっていきたいと思います。前回ですね、アシッド木材の方を作りまして、どこだ、リソースドロップの方ですね、作れるようになったと思いますので、こちらの方を設置していきたいと思います。ちょっと電気が届いてないですね。よいしょ、電気が届いてないので、設置していきたいと思います。あと重さが、あれなんでだ、重さ飛び立ったはずなのに重くなってますね。これは困った感じなので、まあいいか、重さよりもまずは資源集めからしていきたいと思います。ここら辺にリソーストロップを作りたいところなんですけど、どうしよう。それか、ここからもう仕入れで入れてしまうかですね。こっちの方で入れてしまいましょうか。よいしょ。とりあえず、ここら辺に作って、輸入品に確かここは、木材と石とアシッドですね。こちらの方があったと思いますので、これをしていきたいと思います。で、ここが、なんだっけ。必要なのは、なるほどね。スター木材とこのブルーベリーみたいなやつですね。そいつを作っていかないといけないんですけど、ここで、これを入れていけばできるということで、研究の方をこれでさせていきたいと思います。あとはですね、木で、補充してもらえばいいかなと思います。ここで必要なのはカーボナイトだから、これはいけますね、アップデート。よいしょ。ここら辺はもう銅が必要なのでダメな感じですね。よし、ここはアシッドストーンか。ここでいけるそうなので、とりあえずここ行ってきましょう。では、ちょっと旅に出てきましょうかね。あ、早速、アシッド破片ありましたけど、えらい敵の数だな。これはやばいぞ。あんまり逃げると今度、やばいぞ。建物に被害が来ますから、なんとかしないといけませんね。どうしよう、ここで、あれ作っとくか。防壁を少し作っときましょうか、ここに。で、ここから、とりあえず行けないようにしながら、よいしょ、木は確かいっぱいあったと思うので大丈夫です。あとは、これだな。ここと、ここら辺に設置して少しアップグレードしていきましょう。9。ここ、アシッド木材もいけたと思うので、フルでいきましょうか。さあ、こちらの体力も回復するやつを少し作っていきましょう。スター木材修理キットですね。こちらの方を少し作っていきたいと思います。よいしょ、20個ぐらい持っていこうか。アップグレードするものもないので、こんな感じですね。これでいいでしょう。体力ちょっと回復するのを待ちながら行きましょうか。木材がとりあえずないんだな。木材をとりあえず抜いてこよう。よいしょ。まずはここか。よいしょ。アシッドの破片からいけそうですね。ここを削ってと。あとはどこだろう、木が。ああ、こっち側にちょっと見えてますので、いけるかな、届かないな。狙撃のやつだったらいけるんですけどね。よいしょ。はい、木材が見つかりましたので、木材取っていきましょう。よいしょ。さあ、どうだ、敵の方はそこまで強くはまだないですね。危険度4なので、大丈夫ですが、こちらがですね、ダメージをいっぱい食らう代わりに早く打ったり攻撃力が上がるパーツをつけてるせいで、ちょっと食らっただけでも大ダメージになってしまいますね。さあどうだ、これ運ばれますよね。運ばれましたのでいいでしょう。あ、石もあったぞ、ちょうど。さあ、これ石も取ってアシッドの破片もあれば、アシッドストーン作れますので作っていきましょうか。よいしょ。まずは周りの敵を倒していかないとダメですね。これは引き打ちでいけますので引き打ちしていきましょう。さあ、結構いますね。よいしょ。で、この間に資源も確認してみきましょう。資源の方は特に今のところ足りないものはないですね。食料もあるし、
電気、人口とかも全部ありますので大丈夫でしょう。食べ物も意外と多くありますね。砂漠を乗り越えたからか。さあ、どうだ？ちょっとずつ食らうようになってきましたね。距離を置いて攻撃しないと結構きつい。あ、そして装備してないな。これを装備しときましょう。さあ、ここら辺、わあ、まだいっぱいいますね。敵、倒さないといけないんですけど、敵が多すぎてきついな。よいしょ。さあ、これで上側の方はもうあらかた片付いたかな。このちょっと掃除して、よし、次下をちょっと見てきましょうか。ここ遺跡も確かあったような気もしますので、ある程度揃えたら遺跡の方も探しに行きましょう。さあ、ここではどんな遺跡があって、作れるものはどんなのかな。さあ、ここで石も回収して、あと10人か。10人ならまだ行けますね。ここも取っていきましょう。これで一通り、素材は集まってますので、あとは加工する命令を少し与えていかないといけないですね。さあ、敵を倒して石を取ったら少し戻りながら、加工していきましょう。です、ここの、わあ、まだいっぱいいるな。まだいっぱいいますね。ここの石を取ったら人数的にもまあ、加工の段階に入らないとまずいと思うので、加工していきましょう。よいしょ。とりあえずは、まずはこの敵を倒さないと。こいつらはまだいいんですけど、ちょっと光るやつ来たら、まずいですね。そろそろこの連射速度のやつ外さないとダメかな。わあ、めちゃくちゃいっぱいいるし、結構素材ありますね。やばい。よいしょ。はい。よいしょ。ちっこいのもいってと。ああ、まだ上が削れてませんね。ああ、いっぱいだな。よいしょ。パンチしながら逃げろ。よいしょ。ある程度いったら連射の方が削れますかね。わあ、やばい。下にいる。下にいるじゃないか。やばいやばい。攻撃されてるぞ。よいしょ。え、これでいいかな。石2つか。これでいこう。はい、ということで、とりあえずはこんだけを持って加工しに戻りたいと思います。加工はどうだ？あ、やばい。下行ったら偉い敵がいたぞ。やばい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 。偉い囲まれた。死にかけましたね。さあ、敵が来ましたので、防衛していきたいんですけど、あれ、結構回ってきますね。やばい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 。このままでと逆方向から来そうな感じなので、防衛していこう。さあ、敵が来ましたが、ちょっと防衛を作ってる余裕がなかったので、一応砲台が一つしか今できてませんね。もう一個作れるかな？よいしょ。アップグレードもしてと。はい。この二つで攻めていきたいと思います。さあ、どうだ？まあ、敵弱いので、2機あれば余裕ですかね。ということで、どうだ？まだ来ない？来てますかね。こいつで最後か。はい。ということで、防衛も終わりまして、敵もだいぶ倒しましたので、ここら辺で、生産の方入っていきたいと思います。多分、資源も今いっぱい集まってると思いますので、でこれでいいでしょう。あと、とりあえず、もう一回来ると嫌なので、防衛施設だけをしっかりしときましょう。ここら辺を立てとけば問題ないかな。で、こいつと、こいつを近くに置いときましょう。さて、どうだ？食べ物の方は OK で、ここで木材ですね。木材があると。で、リソースは全部あっちに流れて出るみたいなので、どうしよう。しまったな。こっちじゃなかった気もするけど、まあいいか。ここから、いろいろ流していきましょうか。よいしょ。何からだ？木材から流していくか。こっちからは、アシッドストーンで、
アシットの破片でこういう感じで流していきましょう。一旦全部こちらに入るということで、どうしようかな。アシット木材はどうしたらいいんだろう。ここはアシットの破片にして、ああ、すげえ悩みますね。これをちょっと動かすか。よいしょ。これでアシットストーンの、アシット木材を作っていくか。で、問題はここですね。こっちの方に木材を入れていくことにしよう。よいしょ。木材を、入れると。で、ここを削らないとダメですね。さあ、あとはどうしよう。ここを逆流させよう。で、研究ができないんですけど、まあ、とりあえずここで、木材とかを納品していくことにしていきましょう。よいしょ。こんな感じでいいかな。あと木材が来ればバッチリ OK ですけど、ちょっと詰まり気味ですね。いや、ちょっとまずいぞ、これは。ちょっと詰まり気味だぞ。ここオフにしておくか。よいしょ。で、ここから入るだけにしとけば、ある程度大丈夫でしょう、これで。次に、石の方だな。石の方は、ここにあるやつを取ってくれば OK か？石を取らないといけないのに、石を出す場所がないですね。これは困ったぞ。さあ、どうしましょう。あ、それかもうここで取ってしまうか。ここで取ってしまいましょうか。ここで石を出して、どうだ。これですね。アシッドストーン。これにしていきましょう。ここでもう直接、やってもらいましょう。はい。という感じで、こんな感じで、物資を作っていきますので、あとはひたすら素材集めて防衛頑張れば良いだけだと思います。では少しちょっと進めて探検していきたいと思います。遺跡を見つけました。遺跡を見つけて、何？化学遺跡ということで、見ていくと、テスラ剣。これパンチですね。パンチ。あ、ちょっと範囲が広いのかな。ダメージ結構ありますね。ただこれカーボナイト必要なので作れませんね。古代装甲の援軍。こちらの方、HP がプラス216ということで、まあ、これはまあまあですかね。デリンカー、消耗品で夢の世界とのつながりを弱める強力な装置ですということで、レベルを一つ下げれるというものなんですけど、こちらもカーボナイトないとダメなんで、どうしよう。結局燃料の方を作りましょうかね。装甲ちょっと見てみよう。自分の今つけてる装甲だとプラス120ですね。どうしよう。90増えるから90増やしましょうか、なら。こっちにして作っていきましょう。そして装備してみましょうか。はい。これでちょっとだけ磁気が強くなりましたね。まあ、ここは多分これで終わりですので、遺跡の方はもう探さなくてよくて、あとは資源ですね。資源だけ探していきましょう。では、また、マップの方を探検していきたいと思います。マップの方も一応、大体は出しましたね。まだちょっと来て、ここら辺のが空いてませんが、ほぼ開けました。資源の方も大体もうなくなってきましたので、そろそろまた離陸の方を考えないといけないかもしれません。危険度の方は11になりましたね。では敵の強さをちょっと見ていきましょう。もうピカピカ光るやつが登場してちょっと硬くなってきましたね。なかなか厳しくなってきましたが、まあまだ、耐えれないわけではなさそうです。なので、ちょっとまあ次回ですね。次回の敵が攻めてきた時ぐらいに、飛び立てるような感じでいきたいと思っています。まあもうここら辺ではですね、アシッドストーンの方もしっかり蓄えましたので、問題はないのではないでしょうか。
現在はですね、こんだけ蓄えています。アシットストーンと、ちょっとアシット木材が少ない感じはしますが、他はもう、いい感じですね。石の方もありますし、スター木材の方も1000超えてますので、大丈夫ではないでしょうか。さあ、ではですね、また次、敵が来るまで少し様子を見ながら、そうだね。この配置とかですね、少し変えていこうかと思います、はい。敵が攻めてくるということですので、そろそろ離陸したいと思います。まあ、ほっといても防壁ありますので、問題なく離陸できると思います。ここら辺をちょっといらないものとかを壊して掃除しました。これ壊すと戻ってくるんだっけな。確か。なので、いらない工場とかをどんどん壊していきたいと思います。まあ、ここら辺は十分あるので、まあ、置いてってもいいんですけど、あ、もう工場いらないのもこれだけですので、このままでいいか。あとはですね、資材の方はこんな感じです。もうアシット木材のみ作るようにしてますので、かなり溜まってきましたね。ここ。あ、木材がもうないんですね。木材が十分流れてきてませんので、もう全部なくなりましたね、資源が。さあ、もうすぐ出発ですので、出発していきましょう。はい、出発します。さあ、どうだ？他、防壁関係が全部置いてかれるぐらいで、あとこのベリー関係ですかね。これだけ置いてかれて出発しました。次ですね。どうしよう。まだ、ドクロ2があるんですけど、そろそろですね。燃料の方を作っていかないとまずいなという気もしてます。でも3つなんですよね。どうしよう。ここ砂漠に行きましょうかね。まだガソリンどうだろう。41か。まだ、あと11回か2回はいけると思いますので、ここに行って、カーボンと、カーボナイトですね。水晶と合体させてカーボナイト、そして銅を取るようにしていきたいと思います。それでは次回はこちらの砂漠の方に行きたいと思います。皆様、ありがとうございました。